サージョセフ・ホイットワースシャ尺は、イギリスの技術者、企業家、ウィット・オースとも表記される、近代的な精密工作技術の発展に貢献し、ウィットネジとして知られる、世界初のネジ企画を考案した、兵器製造でも知られている、ジョセフ・ホイットワースは、1803年、父親は、教師で、回収派協会の聖職者でもあった。ジョセフ・ホイットワースは、 幼少の檻から機械に興味を抱いていた。学校を出た後、ジョセフ・ホイットワースは、ダービーシャーで、綿の宝石工場を営む、おじの元へ、弟子入りした。このおじの下での修行中に、ホイットワースの機械への情熱は、明らかなものとなった。彼はそこで4年間を過ごした後、マンチェスターの工場に就職して、機械工として4年間働いた。次に、ホイットワースは、 ロンドンに移って、ヘンリー・モーズリーの工場に就職した。親方のモーズリーはねじ切り、旋盤の発明者である。ここで、ホイットワースは、ジェームス・ナ・スミスや、リチャード・ロバーツといった、優れた技術者たちを同僚として働き、機械関係の高度な知識、技術を習得した。加工の精度を重視する姿勢も、モーズリーの影響によって、身についたものである。ホイットワースは、 モーズリー工場で様々な工作機械を改良し、また、鉄製フレーム部品に削り出しの手法を導入することで、軽量かつ強固な機械の製造も実現するなどの成果を上げた。その後、ホイットアースは、ホルツアプフェル社や、モーズリー工場の兄弟子にあたるジョセフ・クレメンテの工場でも働いた。クレメンテの下では、チャールズ・バベッジの開催機関型計算機の開発に、 協力した。1833年に、ホイット。彼の製品は高い精度を有しながら価格は安く、しかも美しいとあって評判を博した。1841年には、ネジの企画化にいち早く取り組み始め、イギリスでの部品標準化に大きく貢献した。1844年にサウの単位を導入したのも、彼の業績であるとされている。 1850年代前半には、イギリス政府が派遣したアメリカ視察団の中心的役割を担い、発達したライン生産方式を、イギリスの重機生産に取り入れることに貢献した。ホイットワース社は、軍需企業としても活動し、クリミア戦争時には、優れた大量生産技術を活かして、90日間で90機もの交換用蒸気機関を製造した。 ホイットワースの優れた設計に対して様々な賞が贈られた。1857年に王立協会のフェローに選出され、機械技術者協会の会長にも就任した。また、彼は経済的にも非常に成功した。ホイットワースの墓。私生活では1850年に建築家、エドワード・ウォルターズと契約して、マンチェスター郊外に、 ザ・ファーズという名の邸宅を建築した。1854年には、ダービーシャーのダーレー・デールにある邸宅、スタイ・クリフ・ホールを購入し、1872年に二人目の妻であるルイザと移り住んだ。ホイット・アースは、1887年1月に、西洋先のモンテカルロで死去した。彼の遺体は、ダービーシャーのダーレー・デールにあるセント・ヘレンズ教会に埋葬された。 アメリカの雑誌ザ・マニファクチャラービルダーに詳細な死亡記事が載った。生前ホイットワースは関在人に対して資産を事前事業に使うよう指示しており、ホイットワースの死後も同様に使われた。遺産の一部はホイットワース美術館の設立に充てられ、現在はマンチェスター大学の付属施設となっている。ホイットワースは1830年代に 精密な平面を持つ部品の製造技法として、エンジニアズブルーと呼ばれる青いペーストと測定平面3面を利用する切削法を導入した。測定平面3面による手法はそれまでも研磨加工と組み合わせて用いられていたが、彼の発明した切削法は平面をより高精度なものとした。また、この技法はその他の形状の部品製造にも応用されて、 各種精密工具の爆発的な発展につながった。彼の次の発明は、1840年のエンドメジャメンツと呼ばれた計測法であった。これは、同じく彼の生み出した高精度の平面部品とネジを利用して開発された。1000分の1インチ単位イコール1サウという高精度を誇り、1851年のロンドン万博で展示された。1841年には、 ウィットネジとして知られるネジ山の角度55度でピッチも規格化したネジの規格を考案した。これは師匠のヘンリー・モーズリーが工場で使用するボルトとナットを規格化していたことにヒントを得たものである。ウィットネジはイギリスの鉄道用のネジ規格として採用され、史上初のネジに関する国内全体での統一規格となった。鉄道での採用をきっかけに、 このネジ企画は一気に他の分野でも普及した。後に英国企画に採用されてブリティッシュスタンダードウィットワースと呼ばれ1956年に英国企画 BS-84 が割り振られた。ホイットワースはイギリス陸軍の依頼を受けてクリミア戦争で旧式化が明らかになった1853年型エンフィールド10の後継小銃の開発を行った。 ホイットワースは、より小口形で六角形の0.451インチ小銃弾を使用するライフリングの点度を増した銃を設計した。ホイットワースの試作銃は、1859年に行われた射撃試験でエムフィールド銃をあらゆる性能で凌駕し、4月23日付のタイムズ市では大成功と報じられた。しかし、このホイットワース銃は、 重心が焼き付けを起こしやすいことや、価格がエンフィールド銃の4倍と高価であることから、イギリス陸軍では不採用となってしまった。代わりに、フランス陸軍で採用されたほか、少数はアメリカ南北戦争で使用されて、命中率の良さから、ホイットワースシャープシューターと称された。エンフィールド銃の後継は、オランダ系アメリカ人のワイン商人が開発したスナイドル銃となった。 スナイドル銃に更新したならば、一丁あたりわずか十二シリングの改造費用で済んだのである。その後、1860年にウィンブルドンで第1回の全英ライフル協会の大会がビクトリア女王により開かれた際、回収型のホイットアース銃の射撃実演が行われた。400ヤードの射距離で的の中央を射抜くという成績を残している。 ホイットワース12ポンド5層砲。ゲティスバーグ国立軍事公園に展示されているもの。このほか、ホイットワースは2.75インチ口径の12ポンド5層、式ライフル砲も設計している。砲弾重量は12ポンド11オンスで、射程約6マイルの大型砲だった。彼は使用するライフリング溝付きの砲弾の特許を1855年に取得している。しかし、 この方も、アームストロング法との競争に敗れて、イギリス陸軍では、不採用となり、アメリカに輸出されて、南北戦争で使用された。その後、ホイットアースは、方針強度を高める研究を進め、フルード、コンデストスチールと呼ばれる圧力をかけて、鋼を鋳造する技術の特許を取得している。実際の製造のため、マンチェスターに新たな鉄工所を建設した。 製品の一部はパリ万博に出品された。ホイットワースにゆかりの深い建物として彼が1850年に建築を依頼したザ・ファーズという名の邸宅がマンチェスター南部のファローフィールドに残っている。現在はチャンセラーズホテルカンファレンスセンターと呼ばれている。また、1854年に購入したダービーシャーのダーレーデールにある邸宅スタイクリフホールもある。 リバプールにあるセントジョージホールのライオン像の資材として使われたロットンの石はホイットワースが提供したダーレーデールさんのものである。ホイットワースは技術教育に強い信念を持っており、マンチェスター工科大学の前身であるマンチェスター機械技術社員を講演し、マンチェスター設計学校の開校も支援した。1868年には、 機械技術者養成のための奨学金を設立している。彼の業績とマンチェスターの教育への貢献を称えて、マンチェスター大学の中心キャンパスにある校舎は、ホイットワース館と命名され、また、同大学の卒業式は、ホイットワースホールで行われている。大学の付属施設であるホイットワース美術館と、ホイットワースパークは、ホイットワースの遺産で設立されたものである。 マンチェスターのホイットワースパーク近くにあるホイットワースパークホールズ・オブ・レジデンスやマンチェスター市街のメインストリートの一つであるホイットワース通りも彼の名にちなみザ・ファーズの近くにあるオーエンズパーク沿いの自転車道もホイットワースレーンと呼ばれる。この他ダーレーデールにもホイットワースパークが存在する。ありがとうございます。